どうも浜口正人秘密基地です。さあ今日はですね大阪に来ております。さあなんで浜口正人大阪に来ているかと言いますと、実はですねバイクのヘルメットをオリジナルで作れないかなみたいな話をスタッフさんとしてたら、そのスタッフさんがですねちょっと聞いてみますと、で聞いてみてくれたらあるメーカーさんが浜口正人のオリジナル、ヘルメット作ってもいいよって言ってくれた会社が実はあったそうです。はい、なんで今日は大阪まで来まして浜口正人のオリジナルのヘルメットを作ってくれる会社さんに来ました。それがこちらですね、 OGK カブトさんでございます。なんとですね OGK カブトさんはバイクのヘルメットとそして自転車のヘルメットを作っている会社さんだそうです。こんにちは。こんにちは、浜口正人です。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。 OGK カブト広報の柿山といいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんかオリジナルヘルメット、浜口正人のオリジナルヘルメットを制作していただけるんですか、本当に。はい、まあいいです。うちのヘルメットベースにオリジナルのですねなんかデザイン考えていただいてうわめっちゃ嬉しい。それで作り上げたいなと。そうですか。はい、いいですね。遊んじゃいますよ。これがいいですね。これをベースに、はい、行きましょうか。わかりました、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。弊社デザイナーの太田です。浜口です。太田です。よろしくお願いします。します。どういうとこから始まっていくんですか。まずテーマとかそんなんですか。さっき見ていたレーサーの人たちなんか割とこう細かいね、直線的なデザインがパーン多かったり、うんまあ、こう炎が渦巻いてるようなデザインがあったり、うん、あれファイヤーパターンのやつとか、ね、獅子というかタイガーというか。なるほど。あとはこういう直線的な本当に塗り分けの、うん、どっちかというとちょっとねクラシカルなタイプというか、はいはいはい、あとはヘルメットとそのニーズに合わせていろいろデザインや色を変えていくような形ですかね。せっかくオリジナルやしな、あんまりないようなやつがいいですよね。せっかくね浜口さん独特の世界観を描いてもらえたらと。なるほど。思うんですけども。なんだろう。おお、もちろんです、はい、助かるわ。さすがデザイナーさん。キャンピングカーとか、はいはいはい、まあ、結構アース系の色を使われてるのが多いかなと思ったりしたんで、はいはい、まあ、こういう、まあ、雇用手的な色とかもヘルメットに入れてみたら思ってちょっと、はい、いいですね。してみました。もう出来上がってるじゃないですか。もうこれキャンピングカー色、まあ、これちょっとざっくりなんでそこからいろいろ広げてもらえたらいいかなと思うんです。素晴らしいですね。確かにあの色好きなんですよ。ファイヤーパターンとかかっこええなとかそんな思ってましたけど、なんかちょっと浜口のイメージじゃないもんな。いきなり俺が炎をまとって走っててもな。そんな走りじゃないんだよなみたいな。確かにこのアースカラーはいいですね。何かあれですね、うん、そしたら例えばシンプルなその塗り分けに、うん、本当にもうこの際浜口さんの俺のマークみたいなものを例えば作って、はい、うん、それをまあしらうとか。あー、なるほど。こういうことですね。こういう、そういうことですね。例えばマークとかをオリジナルで作ると、はい、面白いですね。浜崎あゆみのマークとか車に貼ってたよね。ありましたね。あんなマーク的な。いいっすね。シール的な。いい矢沢みたいな。いい矢沢。どうします、なんかこう一応塗ってみます、うん、楽しいですね。緑で囲われてるというか、そうはならないですか。繋がってくる感じですか。ああ、そうですね。横がこうなってとかっていう、こういう感じ。はい。あ、そうですね。この辺がベージュでみたいな。はい。はい、で緑が囲われて。この辺が緑で。はい。でここもベージュでみたいな。はい。
感じですかね。これちょっと書かれへんな。もうあとあれですよ、あの整えるのこちらプロに、はい、そうですね、しますので、今は好きに、日焼けしになってるというか、くすんでるというか、そんなピカピカしてなかったんですよね。出ないやつの方がいいなと。わ、いいですね。これがこれですか。はい。あ、なるほどなるほど。でここれがすごい非常に近い。はい。この車のお色で塗ってもいいかもしれないです。ああ車は多分あのツヤありやと思うんで、うん、それにマットかけると結構その落ち着いた色がいい、なるんですか。おそういうのもいいかもしれない。そうですね。あとは随所にこういう浜木さんのロゴ入れてもらうのも、ね、それなんか考えてもらえますかね。なんか森で、あ、すごくいいと思います。話してる。で、この魚がちょっと俺っぽい。いいですね。すごい似てます。いいですね。ここに。このマーク。マサルって書く。あ、いいです。もうちょっとなんかデザインっぽくしてもらったりとかしてかアレンジしたほうがいいです。はい、アレンジしていただいて、はい、どこに入れたりとか記号ありますか。後ろに控えめに入れるのもいいですし、うん、横に大きく入れたりですとか。でも後ろになんかポンって、はい、なんか結構インパクトあるんです。ポンって入っててもこの辺に、はい、わかりました。で後ろの方に、はい、かわいいかな。横のね、どこにちっちゃく入っててもいいかもしれないですけど、うん、いいです。はい。後ろですかね。後ろね。ね、なんか、はい。ロゴとかも入れてもいいかなとかも思いつつ。ああ、秘密基地。はい。そうですね。いいですね。秘密基地。可愛いです。ヘメチ基地になってますね。あ、ヘメチ基地になってるか。まあいいか。ヘメチ基地。そんな感じで。ヘメチ基地になってるわ。あ、いいね。ヘメツ基地。あ、いいっすね。いいですね。あ、いいっすね。いいロゴです。このロゴでお願いします。はい、わかりました。僕、ケラルファベット間違えてるけどな。間違えたね。このまま行きましょう。このまま行きましょうか。はい、しょうがないっすね。ヘルメットのヘメと合体させたさすがですことにしときましょう。ローマ字間違えたんじゃなくもうクソローマ字間違えたんですけど、ヘルメットのヘメヘメツキッチコラボということですみません。じゃあこれでお願いします。頑張りました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じでいいんですかね。もう本当に思いついたことしかプラって言うてませんけども、これで、はい、バッチリ作っていただけるんですか。プロがこちらで清掃して仕上げますので、すありがとうございます。めっちゃ楽しみ。エッセンスをもうペインターと打ち合わせして、はい、でもう塗ったものを、はい、お届けできる、はい、
多分このアルファベットをまず間違ってるよっていうところからいやいいんですっていうところからスタートすると思いますけど、恥ずかしい思いさせてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。はい、わかりました。いやでもめっちゃ楽しかったです。はい、こんな風こんな経験できるなんてっていう感じなんで、だってこれは契約のね、バイクの人ライダーしかできないことですもんね、はい、契約ライダーとこういう話をことですよね。でめちゃめちゃ楽しみです。世界に1個しかない浜口オリジナルのヘルメットがデザインができるということで楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このマークを考えていただいたのでせっかくなので、はい、ええ、あのさっきの自転車用ヘルメットも、はい、あのそのマークをあしらって、え、作ってくれるんですか。どうですか。めっちゃ嬉しいです。いや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 、そんなそんないいんですか。ご家族ワンセット。いやもうめっちゃ嬉しいです。もう奥さんも多分自転車乗って今後子供連れて外行こうと、今はまだベビーカーなんで言うてたんですよ。ああいうふうに自転車電動自転車乗ることになるのかなって、今もヘルメットかぶらなあかんし、ヘルメットどうしようみたいなこと言ってたんで、はい、めっちゃめちゃいい話です。やらせてください。よろしくお願いします。ぜひ。おーやった。うちの子供がいきなり契約選手、自転車の。嬉しい。もう願ったりかなったらよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、すごい、はい、できたんですか。プランを1、2、3作っていただいて、はい、これからまた変更とかを言っていただくんですけど、今あのカブトさんともつながってます。あ、どうも浜口です。お久しぶりです。ありがとうございます。めちゃくちゃいいですね。バッチリです。そう、タイプ3まで。あ、なるほど、はいはいはい、はい、バージョンが、もうバチンと最初の印象でもタイプ1がパッて見た瞬間いいですよね。場所、はい、タイプ1が浜口さんの描いていただいたイラストそのまんま当てはめた、横にポンってあって、タイプ2はそのボリュームイメージをちょっとこうデザインで抽象的に、あ、なるほど、こっちはそうだ、はい、そうしてるんだ、はい、これ森と魚のイメージをちょっとこうレーシーに入れてみました。かわいい。で3番目は本当に頭のてっぺんに森をそのまんまあしらう。はあ、はあははあ、は。タイプ1のこのカラーリングでタイプ2の森のデザインをなんか紛れ込ませない。手書きイラスト生は生かしつつですか。いや、これなしでも大丈夫です。この手書きのやつは。なるほど。はい。へめつ記事があるんで。あ、ここでもマサルじゃなくてカブトでいいですよ。ここカブトですか。はい、マサルじゃなくてカブトでも。そうですか。もうこのでもマサルの下にカブト。あ、全然バッチリです、はい、カブトさんが良ければ。これめちゃくちゃいいですね。すげえかっこいいです。この森に素晴らしいです。これめっちゃかっこいいんで、ぜひともこれは使いたいです。素晴らしいです。てっぺんは入れないですか。てっぺんにこの今タイプ3の頭をなんかあの僕の手書きのやつありますけど、これ残しますか。わかりました。じゃあこの後ろのヘメツ基地のイラストはもうこれこのままにしましょう。恥ずかしいですがなんかこれええ感じです。はい、はい、進めさせて、すいません、楽しみしてます。よろしくお願いします。もう一回じゃあ見ていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。すげえ、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいい。楽しみですね。秘密基地楽しみがどんどん増えていってます。今後とも応援よろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。